はい、松田圭太です。ご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みの長さのヒントだったり、アイデアを治療家のあなたにお届けできればと思います。今回ですね、やっていくのは、肘の痛みを治していくための治療テクニック、これをね、紹介していきたいと思います。で、もしあなたがですね、肘の痛み、例えばテニス肘、野球肘、あとはゴルフ肘とかっていうのは、まあ、あとは原因不明の肘の痛みありますね。その痛みに対して治療をやってるんだけども、戻りがある、もしくは治しきれない、もしくはですね、痛みの治療をやってあげたい、肘の治療をやってあげたいんだけど、何からして始めていいか分かんない、そんな人であればですね、この動画を見ることによって、なぜこの治療を、肘の治療をやるべきなのか、そしてどこをやるべきなのかが理解できます。そして患者さんに説明できるようになります。そしてなおかつ理解した上で、どんな治療テクニックをやればいいかっていうことがつながってきますね。で、このつながるってことができると自信を持って治療できるようになりますので、もしあなたがですね、今治療に自信が持てないのであれば、この動画を見ることによって、肘のですね、治療テクニックしっかり手に入りますし、自信持って説明できるようになりますので、ぜひ最後まで見てください。で、今日のね、中身、前回の中ではですね、原理原則のお話、なぜ痛みが出るんですかっていう原理をね、解剖学を基づきながらお話をさせてもらってます。で、今回はテクニックやっていきますが、もしね、まだ見てない方は前回の動画をしっかり見てみてから、こちらの方テクニック入ってみてください。その方が3倍以上習得率は速くなります。いいですか。で、前回見てない方のために軽くだけご紹介しますが、肘の痛みね、例えば野球肘とかでね、こんな風にベッとやりますと、肘の外側が痛いですって方とかね、内側が痛いですとかって方いらっしゃいます。で、今回はテニス肘なんで、こう外側のね、痛みを 言っていくんですが、手に、ね、外側が痛いって何かっていうと、これはテニスをね、こうやって持つ時に背屈、頭屈っていうこの動きが多すぎると、何が起きるかっていうと、この頭骨側に入れて、なおかつ背屈後ろにやるってね、テニスこうなってますから、この筋肉使いすぎてるってことがあります。何かっていうと、これが等速手根屈筋って言いますね。特に短等速、短い方の等速手根伸筋です。すみません、伸筋ですね。で、この短等速手根伸筋っていうのは、なぜ使いすぎるとダメかっていうと、ここのですね、肘の外側にある靭帯につくんですよ。で、靭帯につくと何が起きるかっていうと、靭帯につくと、この靭帯周りね、関節の周り、骨の周りにあります、この靭帯が硬くなってしまって、引っ張っちゃうと骨も引っ張っちゃいます。そうすると関節がずれます。そうすると関節がずれたまま動かしちゃうと痛いですよね。当たり前です。その原因が起きてくる。じゃあなぜ関節を治療してもね、変わんないのか。それは筋肉の硬さを取ってないからですね。で、筋肉の硬さを取ったとしても、なぜ改善しないか。体の使い方が変えてないから。で、手首だけしか打ってない、じゃなくて肩甲骨が全部打てるようにしていかないといけないし、体全体で打てるようになっていきません。で、プラスアルファここやってもなんか治らない。それは肘についている靭帯の部分を治療しないといけないってことですね。なので今回はちょっと一部ですけども、靭帯ついている場所に対しての治療法を紹介していきたいと思いますので、ぜひね、実践してみてください。 OK。 で、まずこれね、こう仰向けで寝てもらった状態からスタートしていくんですが、横向きで、上向きで寝てもらって、今これは左手ですね、左手を治療してますので、こんな風な形になります。で、左手はですね、これちょっと前から見た図ですけど、こっちが外側です。外側、親指側ですね。で、この部分に、等速手根伸筋について靭帯もついてます。なので、ここの辺りが非常に硬くなってるんですよね。ですか。なので、これ言うとですね、親指側のですね、この外側、このちょうどポコッとへこんでますよね、穴がへこむと思います。これがですね、ちょうど肘を伸ばすとへこんでるところ、この前側にポコッと出っ張ってる筋肉がありますね。これが超等速手根伸筋と短等速手根伸筋になりますね。なので、ちょうどこう肘を伸ばしてもらって、くぼみ外側にありますね。このくぼみの内側、まあ外側に行ったところにこうコリコリがしてます。ここの部分になりますね。で、ちょっと実際寝ながら、寝た状態で患者さん治療するので、こんな風に寝てもらって、肘を伸ばしてもらって確認します。そこから軽く肘をですね、30度ぐらい曲げてもらいますね。まあ自分の膝の上にこう乗せるような感じで構いませんね。手の位置も楽な位置で構いません。で、この状態でさっきの筋肉の部分ありますね、こう挟めるような感じになってますから、こういう風に挟んでみてください。グッとね、挟んでもらって、親指側ありますよね、親指側でこんな風な形でギュッギュッギュッと剥がすようなイメージですね。だいたいこう伸筋が力ついてると、こういう風に下に引っ張ってますから、こういう風に親指で持ってあげて、こういう前からね見てます、ここの部分持ってあげて、こうグッグッと剥がす。で、骨沿いをこう剥がすようなイメージでやってみてください。そうすると結構ね、奥の方が痛いって言われる方が結構いますから、この靭帯と付着している場所は結構硬いので、この部分グッグッとね、剥がすようなイメージでやってみてください。OK、ちょっと取りますね。この部分をグッと、
こんな風にグッと剥がすようなイメージで、で肘の位置とか肘の角度とかね、あと上腕骨の位置とかも今日変えながらやっていくと結構痛みも軽減してきますから、こういう風に一番痛くない場所でこういう風にグッグッと剥がすような形でやってみてください。でもしくはですね、これが痛いってことであれば肘、さっきの筋肉グッと握ってもらって肘の曲げ伸ばし、これだけでも構いません。グッと曲げ伸ばし1、ね、2、握ったまま曲げ伸ばしです。グッグッという形でやってあげますね。はい、っていう風にしてあげるとこの肘の部分っていうのがだいたい20秒30秒ぐらいね、このままグッと握ったままグッグッと肘曲げまし、曲げて伸ばして曲げて伸ばしてという風にやってあげるとこの肘の部分が楽になってきます。まあ、自分でもねできます。このさっき言った通りこう肘伸ばしてもらったらポコッとへこんでますね。この部分グッと握ってもらいます。でこの後ろ側ですね、この部分グッと握りますね。握ってもらって、で、このまま肘の曲げ伸ばしですね。痛い伸ばすですね。だいたいまあ10回ぐらいこういう風に曲げ伸ばしやってください。グッと、ね、結構ね肩の痛みとかもこういうとこ関わってます。肘の使い方悪くて肩に負担きてるとかもありますから、結構肘のあたりね、肩痛い方、手首痛い方、手首の使いが取れない方とかもね、結構やってあげると結構いいかなと思います。ね、これやってあげるとこう肩もね上がりやすくなるし、なんかって肘も曲げてみてください。結構楽に曲がりませんかね、っていう風になってきますので、まあ、ぜひですね、痛みで悩んでる方っていうのはテニス肘とかねということであれば、この靭帯の部分に付着していることがすごく多いですから、しっかりねこの部分をこう剥がしてあげるようなイメージでやっていただくと、まあ、靭帯との癒着ですね、まあ、固まってしまっているのが原因なことがすごく多いですから、しっかりねここの部分に対して治療してみてください。はい、ということでね、今回はこの肘に対しての治療法をご紹介してきました。で、ただね、これ大事なのは、この原理、なぜ痛みが起きるのかっていう解剖学を知った上でテクニックを合わせること。これができてないと治せないですし、今回やったのも他にも肩甲骨の動きとか、ね、それこそ筋肉自体が硬くならないとか使いすぎないようにっていう、この元々もね、治療できないという意味はありません。で、今ね、この YouTube でも限界がありますからね、こうやってやっぱ目に見えにくい部分もあったと思います。で、私のね、大学の中では、こういう目に見えたりとか、ね、目線カメラ使いながらこう説明させてもらったりとか、もうスライドを使いながらね講義もさせてもらったりとかしてますから、ぜひね気になる人はこちらの方概要欄の方に PTC ね、オンライン大学の方とも貼ってます。今1500人以上が参加されてて、日本最大級の疼痛治療の、ね、大学になってますから、ぜひ気になる人はそちらの方もチェックしてみてください。はい、じゃあですね、今日はこれで終わりにしていただきます。今日の話良かったらぜひね、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。あとはアウトプットすると一番いいですから、コメント、いいねボタン、ぜひね、押してみてください。はい、ということで今日はこれで終わりにしていきたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。